アルトゥールのアーセナル移籍が実現したら活躍できそうですか。トーマスの相方だったらいいと思いますね。ただダブルボランチの一角だと守備の時考えて相手に主導権握られる試合だと強度が結構低いんで厳しくなるかもしれないですね。だからアルトゥールの使い方のベストって、まあ、赤アーセナルだとすると 4-1-2-3 のインサイドハーフでビルドアップの時には低い位置とさせる。だからこうサカを置いて冨安でアルトゥールとか、まあ、逆だとしてもこっちにアルトゥールで、まあ、右に腕ゴールとかスミスローとか、まあ、その辺の選手だとすると、そうするとマルティネリ入ってくる、ティアニーとか、タバレス上がる、スリーバック化する、サカが張ったまんま腕ゴールとかスミスローが上がる、もしくはサカが入って冨安が上がるで、トーマス下がったりとかこの辺の選手下がったりとか、まあ、こういう風にアルトゥールをこの位置で使わないっていうのが大事ですね。で守備の時には、まあ、ダブルボランチというより3センターになって大きいスペースを守らせないか、ダブルボランチで守る時にはあのシティのデブライネとかベルナード・シューバーがゼロトップで使われる時とかインサイドハーフで使われてる時の役割の2トップ役で前に残る形で、こう 4-1-2-3 っていう風に表記されるんだけど、守備の時には前に残るインサイドハーフと後ろにダブルボランチアンカーと組むインサイドハーフってこのシステムあるじゃないですか、可変で。こういう形の方が、まあ、アルトゥールの悪さは出ないと思いますね。本当にあのアルテタの使い方が試される試合ですね。アルトゥールの合わせの移籍は全然ありだと思います。ただ使い方ね、ベストではないけどベターな移籍だと思うんで、ロコンガとかをレンタルに出した方がいいと思いますね、一旦。今後良くなるかもしれないけど現状だとね。Thank you.